いやいや、まあまあ、あのね、ゼロワンっておるでしょ、ゼロワンって。うん、あいつがね、ちょっと俺と今揉めとるんですよ。で、あの、キューピーさんっていう人が、なんか花火投げて、で、ゼロワンが関係ないのに、キューピーさんと一緒に、俺、絡みないからね、そのキューピーさん。だから、ほら、ミガエルさん、キューピーさんと仲良しとるじゃないですか。だから、一応と思ったら、俺もミガエルさんと仲良くしてるから、あれなんですけど、その、なんか、助けを求めたらしいんですよ、あいつがね。そう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 。で、まあ、俺にしたら、その、喧嘩なんて、ね、ネットかなんか、すげえ俺は結局あの小僧に馬鹿にされてるから、俺はガチでその配信外で詰めに行こうと思ってるんですよ。いやいや、マジで。で、いや、ちょっとね、あんまりひどいんですよ、あいつ。で、その、キューピーさんが、まあ、俺に言っとくよ、みたいなこと言うてたらしいんですけど、でもそこにもし俺、キューピーさんに言われたら、それ筋違いじゃないですか。そうですよね。ですよね。例えば、ミカエルさんが誰かと、俺の知り合い、仲いいやつと揉めても、俺はそれは別に関係ない話じゃないですか。ですよね。うん。だから、そのために、俺、ミカエルさんとほら、キューピーさんが仲良してるから、俺は結局、その、キュービーさんがもし出てきたら、俺は言うんで、そこか、ええ、そこは筋違いでしょ。ええ。ええ。ええ。まあ、もし、ですよね。うん。だから、そこを俺先に、そのミカエルさんに言うとこうと思ってね。うん。そう。で、夜分にすいません。まあ一応そこでその、ね、もし言うてきても、俺はミカエルさんとかそんな関係なしに、言いますんで、キューピーさんに。ええ、すいませんけど。まあ多分、キューピーさんは筋通っとる人やから、そこは言うてこんと思いますけどね。わかりました。すみません、夜分に。はい、ご苦労さまです。わかりました。はい、すみません。いつ、配信外で詰める、配信上でなんでほぼネタやろって。いや、ネタじゃない。ネタだと思うのは別にネタで思えばいいじゃん。うん。いや、別に俺は今、ミカエルさんに助けを求めたとかじゃないから。わ かる？ね。俺はこのミカエルさんとは俺仲良させてもらっとるから、ね。そのミカエルさんとそのキューピーさんが仲良させてもらっしとるらしいから、でもそこは俺キューピーさん言われても、そこは引く必要ないやん。多分、キューピーさんと俺が揉めることはまずないと思う。普通に。そのゼロワンが巻き込んであるんでしょ。だってこれ俺とゼロワンの揉め事やん。そうやろ。違う。これなんか間違ってる。ダサいわ、この老害って。そう、俺ダサい。トントンさん、俺ダサいっすか。そっか。あなたのサムネの方がダサいと思いますけどね。キモい。何 NG？ どういうことそれ？どういうこと？その三輪って誰なの？調子乗ってんだって。
え、アイコなの？いや、アイコで書けるか。え、アイコにもそうやって言ってんの？いや、アイコでも入ってこれないでしょ。関係ないでしょ、それ。アイコがもし言ってきても。ラックさん、ゼロワンガキにキューピーさんを遊ばれて。もし？アイコ？はい。ごめん、寝てんな。寝てるな。寝てた？大丈夫だよ。配信中だけど大丈夫。配あ、信中だけはい。ど。ちょ、ゼロワンと仲いいんでしょ？仲いいっていうか、まあ悪くはないけど。ちょっとあいつ舐めすぎだから、ちょっと俺ガチで、詰めに行くわ。よろしく。家教えてよ。え、知らないの？教えてよ。LINE 送ってよ。一番話をお聞きしてのラーク、何を俺ね、何をね、大きくしたの？お前バカか、お前、ゴミ。お前みたいな雑魚に詰められるわけないだろ、ゴミ。俺ゴミだけど、あなたの名前もゴミだね。風俗行けよ、バカ。すごいよね。ゼロは電話してこないじゃん。おい、ゼロワンのリスナー、電話してこないじゃん。いや、俺飲んでっから。こんなの今、飲酒でした。お前ら祝電して俺パクられて終わりじゃん。ゼロワンさん何？俺のネタでにナイスあれしてるんですか？ああ、終わるわ。行くわ。配信切っていくわ。俺は売名とか言われたくないんで。お前家にゆっくり寝とろ。はい、こんばんは。そう、迎えに来てくれる人いるから大丈夫。ナイスくれないなら赤楽に電話しないって。
いや、売名でいいっすよ、別に。うん。いいっすよ、別に。前目でいいっすよ、うん、ゼロワンさんも売名してるんだから別にいいやん。じゃあね、ゼロワンさん楽しみに待ってるわ。